不時農家は文化庁の不時農家設置構想に基づき遺跡及び歴史資料の保存及び活用を目的として設置された史跡等の遺跡を中心とする野外博物館公園である。不時農家設置要項によれば不時農家は古墳、定石等の遺跡等を広域保存するとともに歴史資料等を収蔵。 展示する資料館を設置することによって遺跡と資料の一体的な保存や活用を図ることを目的としている。文化庁では1966年に不動機農家設置構想を発表し、これに基づいて同年には最初の風土機農家であるサイト風土き農家がオープンした。ついで、翌百六十七年にはサキタマふど農家、百六十八年には キーの国ふどき農家、1969年には、立山ふどきの家、安土ちふどき農家が開設され、2007年現在では、全国16カ所に、ふうどきの家が設けられている。中川右岸下かが南急に位置する那須ふどきの家、侍五日古墳さきたまふどき農家、双子山古墳千葉県立房総の村、岩屋古墳大見ふどきの家、安土城石宇佐ふどきの家、 赤塚古墳他に、不土き農家という名を持つ野外博物館、公園としては、日立不土ど農家及び、息風土う農家があるが、これらについては、文化庁事業の不土き農家にあたるか否か不明である。四史跡等の整備と活用。ありがとうございます。